はいどうも皆さんこんばんは。ということで今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、本日の夜ご飯、ちょっと待って、なんちょっとこぼした粉を隠すの本日の夜ご飯動画やっていこうかなと思うんですけども、フクロモモンガのね夜ご飯動画です。リンゴどこに入ってる？人参とさつまいもとキャベツと、あとはささみに、デラウェアのぶどうですね。本日のご飯はこちらをあげていきます。でペレットにね、美味しいさっき隠してたミルクが入ってますね、うん、そうなんですよ。で寝床を変えてからこれだけ深くなったので、もう本当にね下の方でねぬくぬくしてるんですよ毎日。あ、出てきましたね、あったかそうな顔して。なんかほわほわしてますもんね、顔の表情が。あ、いや、かわいいね。いや、今日はね、本当にこの撮影が終わってから、まあ、ちょっとだけ、任天堂スイッチでマリオカートやったりとか、結構楽しく過ごしてたんですけど。まあそれで、編集始めてっていう感じなんですけど、僕ね本当にね、まあゲーム実況とか好きなんですけど、 YouTube が本当に好きなんですよね。まあいろんなチャンネルさんを見るので、まあそれこそさっき言ったマリオカートの実況者さんだったらボスナさんとか、そういった方が好きだったりとか、普通に YouTuber さん、最近だったらフォーエイトさんとかさ好きだし、てかあのフォーエイトさんが音羽さんっていう人がいるんですけど、その人が袋モモンガを買われてるんですよ。まあ可愛いのよ本当にね。あのキングギドラくんっていう、あの粒子のね、うちのノーマルとは違う子なんですけど、真っ白なね可愛い子がねインスタとかに出てるんですよ。そうだからまあそういうのもちょっと楽しみにいつも見てたりとかするんですけど、前になんか動画で一回出てたような気もするけど、うん、そう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 。あと最近バンバンザイさんとかもすごいしね。うん、ペット系で言うとやっぱりペット系はでも言わない方がいいか、なんかそんな感じがするな。ペット系もたくさんいろんな方のやつ見て、うん、大好きなんですけど、あとは何だろうな、実況者さんだと、ゲーム実況者さんだと、キヨさん、キヨくんとか、牛沢さんとか、もう大好きですね。レトルトさんとか、ガッチマンさんとか、めちゃくちゃ好きだし、ちょっと、あれかな、ちょっと待って、今、ミミコがすごい泣いてるんですけど、入るかな、音入んないかな。あー、美味しそうにささみ食べてるね。今日ちょっと雑談チックな感じになっちゃいましたけども、この時ね僕片手にスマホ持って、片手に、でっかいライト持って撮影してました。皆さんに少しでもさ、少しでもこの笑顔を届けたくて、綺麗にね、綺麗に映像として届けたくて頑張ってました。だってさ、すっごいいい笑顔してるもんね、ささみを食べて。やっぱり動物にとって食っていうのは一番のさ楽しみというか、うん、本能に直結してる部分でもあると思うので、うん、美味しいお肉を食べるっていうのが本当に楽しみなんだろうね。フクロモモンガやっぱりこのタンパク質っていうのが非常に大切な生き物なんで嬉しいんだろうね。はい、ということで本日も動画最後まで本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。